車中泊で行こうと思っております。で、今ね後ろにジムニーと軽トラック見えてると思うんですが、皆さんどちらで僕は行くと思いますか？はい、そうです、こっち軽トラックで、行ってみようかなと思っております。はい、こんにちは、カンジでございます。本日は11月26日木曜日、急遽ねカメラを回しているんですが、11月の28、29と愛知県で行われるフィールドスタイルというアウトドアイベントの方に行ってきたいと思っております。愛知県ということで、ここ埼玉県からですね行くと400キロ近くありまして、しかもですね東名高速道路が工事中ということで車線規制や通行止めなっているという情報もありますので、中央道の方で、行こうかなと思っております。そのためですねそれなりに時間がかかるかなと思っておりまして、前日から出発するつもりでございます。そうしますとですね明日の夜出発ということになりますので、日程的にはですね、金曜日の夜出て、土日、フィールドスタイル、月曜日に帰ってくる、そんな感じの日程にしております。軽トラックでね、今のところ連泊したことはありません。一泊キャンプする、そのぐらいなんですけども、今回ですね、3泊4日ということで、この車で3泊することになるかと思うんですが、ちょっと待てよと、軽トラック車中ないじゃないかとね、運転席助手席しかないこの車どうやって車中泊するんだと。そうです、この車荷台にこういった、作り込みをしておりますので、この中で寝たいと思います。でね、今日はですねその準備編ということで、この2台車中泊仕様にしておりますので、その状態をね、紹介したいと思います。はい、ガレージの中ねちょっと狭くて恐縮なんですが、今からですねこちらの煽りをね開けて、こっち側をオープンにしますので、車中泊仕様をね、ちょっと紹介しようかなと思います。はい、開けてきました。基本的にはですね、この軽トラック左側、助手席側の側面から乗り降りできるようになっております。で、今回のね、車中泊スタイルはこのようになっているんですが、ちょっと暗いですね。暗いということなんで、ランタンつけたいと思います。ここにね、LED ランタンついてるんですね。つけますと。はい。一応ね、2つあるので。はい、これで結構ね、明るくなるんですが、こんな感じでねランタンフックここにね、ついております。はい、ここにねカチッと引っ掛けて、ぶら下がるようになっています。はい、こちらのランタンよく見かけるやつだと思うんですけどね、モバイルバッテリーにもなるっていうね結構大容量な、LED ランタンになります。でここの部分が磁石入ってるので、これね車のボディとかにパチッとくっつく、とっても便利な仕様になってます。はい、今回はですね車中泊ということで、もうすでに寝袋を引いてあります。もうここに潜り込めば寝られるというような状態にしております。はい、じゃあちょっと上の方から見ていきましょうか。こちらはですね架線の、シュラフになるんですけども、 DOD のポンシュラっていう製品なんですね。でポンシュラはもうすでにね絶版になってしまって、買えないかと思うんですけども、僕これ初めて買ったシュラフかな、で未だにすごく気に入って使っております。で使い方としては、このようにね一番上の掛け布団として使うことが多いです。夏場なんかはねこれだけとか、そんな感じに使っております。めくりまして、中にはですね寝袋、マミー型の寝袋ですね。こちらはナンガのオーロラ600っていう、やつですね。はい、これを中に入れてこうかけて寝るような感じですね。はい、ナンガの下はもう下はベッドマットになっております。
これはですね、キャンプ用とかじゃなくて普通の枕ですね。Amazon で買った普通の枕でございます。こういうね、もうフルサイズの枕なんですごく寝心地いいです、ね、わざわざここでね空気で膨らますやつとか使う必要ないかなと思って、こんな感じになっております。はい、で床なんですけども、この下にはですね、厚み8センチのインフレーターマットが入っております。インフレーターマットの詳細はあの概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。これすごいねふかふかで8センチもあるんでね、もう下からの冷気とかも全然伝わってこなくてバッチリです。でそのインフレーターマットの上にこれあのこういうねちょっとおしゃれな柄のね、これも実はシュラフなんですけどね、封筒型のシュラフで、チャックでね全開にして、こうやってもう下全面に引いております。なので軽トラックの荷台全体的にもうマットが引いてあって、この柄のね布が、シーツのように引いてあるということで、もう後ろの荷台全部ベッドになっております。寝返り打ってもね全然どこも冷たくないし痛くならないというふうになっております。でこの辺りはねちょっと、少しだけ調理ができるようにねカップ麺なんかもちょっと一応置いてあって、なんだろう、小物があっちこっち行かないようにこのカゴの中にポンポン入れておくっていう感じの使い方をしております。はい、続きましてこちら足元の方にはですね、今テーブル展開してあります。テーブルの上にクーラーボックスですね。こちらはですね釣り用の台湾のね、クーラーボックスになっておりますね、皆さんの、ね、シールいっぱい貼ってありますんで、はい、にぎやかで、すごい気に入っております。はい、ね容量は10リッターなんで大して入んないんですけど、まあもう寒い時期なんでね、まあ必要最低限で大丈夫かなという感じですね。続きましてテーブルはこれどこのだったかな、尾上製作所さんとクイックキャンプさんのコラボだったような気がするんですけども、アイアンのローテーブルですね。これをねこう足元にとりあえず展開して置いといてもいいのかなと思ってます。ここで軽く食事をするなりなんかするなりね、できるかと思います。はい、下に置いてある、ケースなんですけども、この01番って書いてある方がコーヒーセットですね。03番の方がこれが着替えです。この黒いやつはペグとかハンマーとかが入っております。このケースあの鉄なんですよね、こうくっつくんでね。カインズホームで売ってるものですね。クミモクっていうなんかブランド名かなんかで売ってるやつです、ね、これ非常にかっこいいので、僕気に入って使ってます。しかもねしっかりこうパッキン入ってて、防水性もあるので非常にいいです。はい、でこれがコーヒーセットですね。この中にコーヒーで使うポットとかドリップとか、これがカップですね。あとコーヒー豆、こんな感じで入ってます。あとここにフォークとかナイフとか、トングとかまとまって入っています。これが、ナンバー01に入っていたコーヒーセットでございます。あとはですね、まあ、今回は使う予定はないんですけども、このロゴスのですねタープを、1個入れてあります。でこれはあの骨組みが入ってるようなタープなのですごくね、安定してて使いやすいタープです。先日アップしたねふもとっぱらの、動画の方でねこちら使ってる映像ありますのでね、よかったら見てみてください。こんな感じかな。はい、であとねここに隠してあるんですけども、隠してるというかね、しまうとこないんでこうなってるんですが、 DOD の焚き火チェアになります。はい、こちらね展開するとこうなります。まあ、焚き火チェア、ロースタイルのね椅子なんですけども、まあ、こうやって使う機会はあるかどうかってところなんですが、一応椅子は持ってこうかなと思っています。こちらはですね、ランタンとスピーカー Bluetooth スピーカーがね一緒になった製品で、こういう感じでね、炎が灯ってるような光を出せるねランタンになります。あとこの部分にねスピーカーが内蔵されているので、iPhone とかねスマートフォンで Bluetooth で接続するとここから音が出せるというものになっております。でこれがまあ左右に2つあるのでランタンとして使おうと思ってここにぶら下げております。ロゴスのサンシェードなんですけど、ここ貼ってあってちょうどね軽トラの2台サイズぴったりなんですよ。でこれが貼ってあります。なので一応雨風はしのげます。
はい、ただねサンシェードなので、完全密封ができなくてですね、はい、こっち側はですね今ここにくるくる巻きで止まってるんですけど、下ろしてチャックをビーッと下ろしてくれば下まで降りるんですけど、下の部分ですね、このスカートの部分っていうのかな、ここが、チャックとか何も止めるものがないので、空いてる状態になってしまいます。まあでもね、外からの外気とかは煽りを上げてあげれば、入ってきませんので、これでいけるんじゃないかなと思っております。はい、今ねシュラフの中入ってみたんですけども、後ろが真っ暗なんでどんな感じなのかが伝わりにくいかもしれないんですけども、こんな感じでございます。ここら辺とかはねもう全部クローズして、まあ、一応ね外からは見えなくできますので、そういう形で寝ようかと思っております。軽トラの荷台にテント張って寝る感じなので、果たしてうまくいくのかどうなのか、分かりませんが、ちょっと初めての試みなんでね、ただね楽しんでいきたいと思います。はい、ざっと紹介してまいりましたがいかがだったでしょうか。軽トラ2台泊の、装備ということで、ちょっとね駆け足になっちゃいましたが、これで、愛知県への車中泊旅、チャレンジしてみたいと思いますので、この後もね、チャンネル登録して次の動画も見に来てください。インスタ、ツイッターやってますのでフォローお願いします。また幹事の公式 LINE アカウントというものを作っておりますので、お友達登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。幹事でした。またねー。